トベ版の舞台裏で見えてきたアーティストとファンの絆トベは説明を避け、ただより良い番組作りを目指して、と謝罪しているだけだ。2024年4月14日、アーティスト事務所、トベが所属タレントの公式番組、トベ版の一部動画を非公開にしたことで、ファンの間に不信感が広がっている。不備があった、としながらも、具体的な説明がないため、 憶測が一人歩きし、タレントが誹謗中傷の矢面に立たされている。トベがこの度、所属アーティストによる公式番組トベ版の一部動画を突如非公開にしたニュースが大きな注目を集めている。その動画には、ナンバーアンダーラインアイメンバーによるツーリングシーンが収録されていたようだが、トベが不備があったとして削除に踏み切った経緯については、 具体的な理由が明らかにされていない。この事件を通して見えてくるのは、アーティスト活動の裏側にある、様々な課題と危機管理の難しさだ。デジタルメディアの発達により、いつでも誰でもが情報を発信し、共有できるようになった今、ファンの期待に依頼、信頼を得ることがこれまで以上に重要になっている。トベは説明を避け、 ただ、より良い番組作りを目指して、と謝罪しているだけだ。これに対し、楽しみにしていたファンからは、戸惑いの声が相次いでいる。どこが不備だったのかさっぱりわからない、もう少し説明する必要がある、と、非公開の理由を詳しく知りたがる声が多数上がっている。さらに、タレントが憶測で誹謗中傷を受けている、との指摘も。確かに、 個人の行動を問題視したり、法的に問題があると思われる部分に触れたりしていたのかもしれない。そのため、トベが慎重に対応しているのだろう。ただ、経緯を明らかにせずに動画を非公開にしたことで、かえって憶測を呼んでしまった感がある。ファンからすれば、愛するアーティストを守ってほしいという思いがあるのは当然だ。しかし、 一方でトベの判断にも一定の理由があったはずだ。例えば、YouTube のガイドラインに沿わない部分があったのかもしれない。YouTube では以前、アイドルの喫煙シーンが問題視されたこともあり、安全運転の面でも気をつける必要があったかもしれない。にもかかわらず、そうした具体的な情報が共有されていないため、ファンの不信感を煽ってしまっているのが現状だ。 だが、ここで注目したいのは、ファンの反応そのものだ。見られなくて残念一生懸命応援している、など、期待と愛情に満ちた声が数多く寄せられている。これは、アーティストとファンの間に確かな絆が存在することを示している。トベはこの絆を大切にしながら、誠実な対応を心がけるべきだろう。例えば、動画の不備の詳細を明らかにし、 ファンの懸念に丁寧にいられていくことが重要だ。あるいは、非公開となった部分をハイライト動画などで公開するなど、ファンの期待に応えるアプローチも考えられるだろう。一方、ファンも冷静に対応することが求められる。疑心暗鬼になるのではなく、トべの意図を理解しようとする姿勢が大切だ。普段からアーティストを支えてきたファンの力強い応援こそが、 アーティストの飛躍につながるのである。トベとファンが互いに歩み寄り、信頼関係を深めていくことが何より重要だ。アーティストの活躍を、ファンと一緒に見守り、支えていくことが、健全な芸能界を作る礎になると言えるだろう。今回の問題を通して、アーティストとファンの絆の強さが改めて示された。その絆を大切にしながら、 お互いに歩んでいく。そうした姿勢こそが、アーティストの夢を実現させ、ファンを喜ばせる近道なのかもしれない。トベは、過去の実績から見れば、ファンとの良好な関係を築いてきた事務所だ。滝沢秀明氏自らが代表を務め、所属タレントの活躍を積極的に後押ししてきた。にもかかわらず、なぜ今回のような事態が起きたのだろうか。 その背景にあるのは、アーティストの活動を可視化し、ファンとの絆を深めようとする取り組みの裏返しかもしれない。完璧を期すあまり、細かな配慮が行き届かなくなったのだ。ツーリングの一部シーンで、平野翔さんが半袖でバイクに乗っていたり、神宮寺優太さんや岸優太さんが追い越し車線を走ったりしたことが問題視されている。アーティストのその姿を見せることで、 ファンとの距離を縮めようとしたのかもしれないが、安全面や法的な側面での配慮が足りなかったようだ。それでも、トベ側が詳細を発表しないため、憶測が広がってしまった。タレントの名誉を傷つける可能性がある。この問題を解決するには、トベが迅速かつ誠実に対応することが何より重要だ。不備の内容を具体的に示し、 適切な措置を講じたことを説明することで、ファンの不安を払拭し、信頼を取り戻すことができるはずだ。実際、トベのファン対応の良さは定評がある。過去にも同様の問題に直面しながらも、ファンとの絆を深めてきた実績がある。この度の件についても、ファンからは、事態収拾のため、もっと説明して、といった声が上がっているのが現状だ。 そもそも、飛べ版の人気は高く、ファンの期待も大きい。視聴できなくなったことで、視聴機会を逸した視聴者からの悲痛な叫びが相次いでいる。これまで番組の魅力を感じてきたファンにとって、一回の動画が見られなくなったことは大きな損失なのだ。飛べには、ファンの期待に応えるため、迅速な対応と丁寧な説明が求められている。 動画の非公開理由を明確に示し、適切な対応を取れば、ファンの理解は得られるはずだ。事態の収集に向け、トベスタッフとタレントが一丸となって誠実に対応することで、ファンの信頼を取り戻すことができるだろう。ここで重要なのは、トベが自社の失点を隠したてせず、むしろ率直に認め、その上で改善策を示すことだ。ファンの目線に立って考え、 信頼と絆を取り戻すための具体的な行動を起こすことが何より大切だ。時代とともに変化していく中で、アーティストとファンの関係性も大きく変容している。かつての一方的な情報発信ではなく、双方向のコミュニケーションが求められるようになった今、透明性と誠実さが何より重要になってきているのだ。戸べ側がどのように対応するかによっては、 この問題がファンとの絆を深める機会にもなり得る。今回の経験を活かして、さらなる信頼関係の構築につなげることができるかもしれない。そういった意味では、トベが今回の問題を乗り越えられるかどうかは、アーティスト事務所のあり方そのものを問う試金石にもなりそうだ。フォロワーの心に響くような対応を見せられるか。ここに、トベ、 そして事務所業界全体の未来が見えてくるはずだ。